はい、こんにちは。はい、こんにちは。どうも、久村です。玉井です。はい、ハミラジ、第何回ですか、これは。何回目か忘れた。30何回目か。30何回目かになります。はい、よろしくお願いします。うん、今回はちょっと、一緒に撮ってるわけじゃなくてね、通話みたいな感じになってるんですけど。うん、そう。そう。何万キロ離れてるんやろ、これ。なんでなん俺がセネガルっていうアフリカの国にいるんで。はい。で、玉井さんはどこにいるんですか？僕は、いつもの家にいます。東京の家にいらっしゃるわけですね。東京の家にいらっしゃいます。そう。その距離感で LINE で撮ってるっていうね。もっと早く撮りたかったんけど、てか一回セネガル行く前に撮ろうみたいな話になってんけど、うん、何やかんや撮れんくて、うん、セネガル行ったら撮ろうや言ってたんけど、まだ Wi-Fi 繋がってないよね。そう、セネガル人に頼んでるんですけど、セネガル人って意味わからんぐらい適当なわけですよ。うん。それでもう1ヶ月半ぐらい Wi-Fi 頼んでるのに一生進んでないっていう状態なんで、価値観が頑張ってこうやってテザリングで、こっちの、携帯の。そうそう。ちょいちょいね、悪いんですけど、電波が。電波悪いんですけど、だから一応 Wi-Fi 繋がるまで待とやってなってたんやけど、うん、待ってたら多分今年は無理やなっていうことになったんで、セネガル人的にね。うん、だから、もうしゃあないから、こんな環境でも撮ろうかっつって。うん、もう3ヶ月も空いてたらね、申し訳ないなっていう、その更新楽しみにしてますっていうメールをよくいただくんで。ほうほうほう。うん、うん、うん。まあ、そんな感じだから、ちょっと感じじゃなくて、普通になんか、ね、キャッチボールみたいな、マジでキャッチボールみたいな感じの会話になるけど。そう。だから、リスニングはしやすいとね。リスニングしやすい。声も、思います。判別しやすいし。うん。まあ、そんな感じで、また再開というかね、ちょっと相手申し訳ないんですけど、うん。うん、また、これから更新していくんで、よろしくお願いしますってことで、ね。お願いします。というわけで、じゃあ、何にも決めずに、もう撮ろうやって撮り始めたけど、はい、うん。どうせ、まあ、でもセネガルの話、やるやろ。セネガルの話は、結局、せなあかん時が来るんでしょうね。うん、今日じゃないかもしれないけど今日じゃないに話すねんっていうねセネガル話さずにね、うん、それ話すじゃん。え、それ話す、そうしましょうか。じゃあ、うん、セネガルで、え、でもなんかブログ更新してるやんな、うん、そうブログではちょくちょく共有してんねんけど、全然そんな 2% やから、私がここで経験していることの 2% しか共有できてないから。ああ、そうなんや。うん、その、まあ、残りの残りは 98% のうちの何パーかをね、このハミラジで共有できたらなっていう。ほう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 。うん、じゃあまあ普通に俺がインタビューする感じでいいかな、とりあえずこの回は。あ、じゃあなんか、うん、いい感じに、うん、俺もいい感じに皆さんの学びとかおもろさとか気づきにもなるように、おうおう、うん、話したらええかな。おう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 。まあ1ヶ月半ぐらい経ったしね、うん、そう、もう1ヶ月半経ったから、うん、じゃあまずその LINE のアイコンが、はいはい、なんかドレッドヘアみたいになってるんやけど それに関してはどうなんですか。何か知ってる方もいるか知れないんですけど、LINE のアイコンがドレッドヘアってことで、一回ドレッドヘアにチャレンジしたんですよ。まあアフリカ人ってドレッドじゃないですか。まあでもナチュラルドレッドっぽいとこもあるしね。うん、なんてナチュラルでドレッドっぽかったりするはいはい、こういう、ナチュラルではないの。なんてみたいなくだりは、多分これから頻発するので。そう、今普通に、素でなんてっていう入りましたけど。聞こえへんからね。これはもう、ご了承いただく。そう、ご了承いただきたいなと。うん、はい、お願いします。すいません。電波の関連で、何万キロか離れてるもんですから。ほんまやね。うん。で、そう、アフリカ人、結構ドレッドしてる人多いねんけど、うん、ただ、男はせえへんねん。セネガルで。へー。要は男ってもう丸坊主がかっこええみたいな、うん、おしゃれみたいな、もう風潮があんねん、セネガルで。へー。だから、ちょっと髪長いとか、もうただのチャラいやつで頭おかしいやつっていうポジションやねんよ。へー。だから、まあ、私がね、ドレッドした時も0点、0点やんってなって終わりました。あ、そうなんや。そう。戻した。青やん。戻した。うん。ドレッドはもう、じゃあ今どんな髪型されてるんですか？あ、今はなんかカメルーン人
のやってる散髪屋に行ったら、えらい髪型にされて、なんかあの、後ろ、あるじゃないですか、髪の後ろ、うん、頭の後ろの下、うん、ここ死ぬほどまっすぐ揃えられました。襟足のとこ、襟足と襟足の周辺部分、これをすごいカクカクにもうすごいまっすぐ揃えられて、めちゃめちゃダサいみたいな感じになってます。へー、そのアイコン、ただこっちの人はあのこれいかに揃えてるかがかおしゃれかどうかのちょっと基準なんで、で散髪屋からしてもここをそろむっちゃ綺麗に揃えれるかどうかが腕の見せ所なんで、もうむちゃくちゃなんですけど、あの日本の美容師との、ね、違いは、カリスマ美容師なんや、それができたらね。そう、そいつカリスマ美容師やでって言ってで絡んでこられたんで、カメルーンの、ね、もうおもろいから止めずに、もう好きなようにやらせたらこうなりました。なるほどなるほど。また写真載せれたらね、ブログとかに載せます、その後ろのおもろさを。あ、後頭部の写真ちょっと見たいね。あ、まあ、むっちゃ恥ずかしいで。全然俺イメージつけへんもん。言葉では説明しないんだけど。そう、小学校の時のあのスポーツ狩りってあるじゃないですか。うん。あれよりは恥ずかしいですよ、もちろん。じゃあ、はいはい。何やろうな。はいはい。インタビューは名乗り出たけど何聞いていいか分からへんな。じゃあなんか書いてない、ブログとかに書いてないことでなんか話してたら。ブログ書いてる、なんかセネガル相撲のやつは書いてたよ。うん。うん、じゃあもうちょいなんかセネガル人から学んだこと的な。ああ、いいね、いいね。うん、なんか、ハミラジって我々、もう人生おもろしようやじゃないですか、もう基本的に。うん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 、で、まあ、おもろく、より良くするためであれば、なんかもう枠は、出るし、輪からはみ出るし、レールは脱線するしっていう必要とあれば、そういうこともするじゃないですか。うんうん、で、なんかその、メンタルブロックは壊すし、なんか、スコトーマっていうか、その、いろんな視点取り入れて、視野は広げようとするし、うんうん、で、それが一番人生にとっていいやんっていうスタンスを割と取ってるじゃないですか。あの、セネガル人、その真逆を来るんですよ。その真逆っていうのはどういうことかっていうと、何やろ、まず別にもう人生毎日おもろいやんなんですよ。すでにで、もうすでにおもろいんですよ。毎日楽しそうにしてるんで。で、もう、だからおもろしおやもクソもなくて。もうおもろいんやから、もうなんか仕事とかもより減ったら、おもろいやん、なんすよ。よりサボれたら、その方が、さらにおもろいし、さらになんかもうダンスとかしてたらいいだけやから、よりおもろなるし、だから適当にするし、約束も、まあ、みんな適当やから、それが普通なんで、別に守らんでも悪いやつにならへんので。だからその、一丁しようや、は絶対そのパラダイムにないんですよね。そんな発想もないし、それを言うたところで、うん、まあアホやんってなるんですよ。もう 100% 、逆に平和なんかな、なんなんやろ。あ、めっちゃ平和やで。あ、だからなんかな、なんかあのゲロ悩みっていう、あの俺ら結構強みやん、ゲロ悩みが、うんうん、ゲロ悩みするとか、むっちゃ深く考える哲学して、なんか人生の意義を見出すとか、すごい大事やし得意やと勘違いしてるけど、そもそもゲロ悩みっていうあれがないんで、あの、パラダイムがセネガル、多分。じゃあ別に一丁もクソもないもんね。ん？うんって入ってまうっていう。まあじゃあ一丁もクソもなくなってくるやん。そのゲロや悩みしてなかったら。そう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 。もうなんか完結してる。へぇー。ここで。ここで完結してる。逆に天国かもしれんな。え？タバコの煙吸うた、吸うた時に、ちょっとおもろいから言うのやめて。あの、ちょ、もう崩壊してて。忘れたわ、もう。パラダイムが違うわけね。そう、あの、完全に違うんですよね。で、だから、あの、めっちゃいいっていう、その、はい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 、俺やって、
違うパラダイムを何個取り入れるかがちょっと勝負みたいなとこもあるじゃないですか。より違う視点を吸収しまくる方が、さらに自分の、あの目指すべき一丁のルートがより明確になるっていう意味で、テリトリー広がるからね。そう、違うパラダイムをはなんぼでも歓迎じゃないですか。そういう意味ではセネガルに来て、まあ住むっていうだけでもいきなり違うパラダイムが、まあ5、6個はいきなり導入されるってお得ですよね。で、まあ多分これから自分はその、なんやろ、まあ書道とか使って、なんか、こっちで、なんか仕事をするとか、プロジェクトを作るみたいなことにチャレンジしようと思ってるんで、よりセネガル人と一緒に仕事したり、なんか外人と仕事したりで、さらに、なんか、ね、こいつらの性質に触れることになりそうじゃないですか。摩擦いっぱい起きそうやもんね。仕事するってなったら。うん。まあ、だからまあ、よりなんか深く絡むことになりそうなんで、さらに別のパラダイムを突きつけられそうですね、このままでは。へぇー。まあでも割と慣れてきた。それがす。そのセネガルのパラダイムに。慣れるね。逆にじゃあ。なんか待ち合わ、そう、待ち合わせとかするやんか。もうあの、遅れる体でこっちも行くから、もうわざと3時間とか遅れて行くようにしたりするし。3時間遅れて行くん、わざと。うん、で、その日なくなったりするから、それでも。あ、それでも別に向こうは怒らへんのや、全く。あ、怒らへんし、逆にもう、なんやろ、こっちももう予定入れても予定をスケジュール上に果敢レベルで認識するようにしてたらちょうどいい。へぇー。全然わからへん。むず。むっちゃむずい。塩梅がね、ちょっとわからへん。もう全くわからへんな。そう、あの、約束をブッチされることには慣れたけど、向こうの、あの、その約束の塩梅に合わすことは難しいね。へぇー。逆にさ、その、何、まあ、そういう概念ってさ、別に日本に持って帰って、うん、あ、その日本よりもなんか、うん、例えば自分にとって優れてるって思うから取り入れようっていうやつではないやん。うん、日本ではそれやったらね、もう人生終わるやつやからね。逆にその取り入れたくなるようなやつとかってあったの？日本よりも、はいはいはい、セネガルの方がなんていうかな、はい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 、言ってたあれやけど、あのね、それはもう一言で言うと、うん、あの精神は間違いなく解放されてるよ。へー。なんか日本によると、うん、特になんか不便なことってないじゃないですか。うんうん、あの、そう、謎の閉塞感があるやん。あ、はい、はい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 。あの、なんかようわからんけど、あの、メンタルが窮屈っていうか、はい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 、なんか、オープンじゃないし、虐、うんうん、げられてる気がするっていう。なんか常にどんよりしてるやん。うんうんうん、特に東京とか、サラリーマンしてたりすると。うん。窮屈としてるし。そう、そういうのがもう全くなくて、もう開けてるというか、こいつらは精神がね、なんか謎のモヤモヤとか、あのどんより感とか閉塞感っていうのが一切なくて、パーってなんかいい感じに開けてるんですよ。で、その状態じゃないと、なんかおしやるぜってなった時にパフォーマンス発揮できひんやん。だから頑張ってその、パーって開けた状態を作ろうとかいう風に頑張って哲学したりしますけど、もうなんか、初めからそれやんっていう風な印象を受けるんで、じゃあ俺も初めからそれでええかなっていう風に見習いたい。はい、ストレスがないんや、ね。めっちゃ、そう、なんか意味のないストレスがないっていうか、なんかいいストレスやと、まあいいやん俺らも、そのパワーアップするし。いい負荷がかかると、いいパフォーマンス出るとかあるんですけど、なんか、意味のないストレスとかあるやん。うんうん、どう考えても、ただの悪性のストレスやんっていう。逆に抽象度高い説やな、セネガルの方が。そう、高いで。普通に高い。ノイズとかも少なそうやもんな、なんか日常生活に来てて。少ない、少ない。うん。その辺、牛とかもおんねん、だって、野生の。あ、もう、牛がむっちゃ道路を横切ってたりする。確かに牛を切ってたら割と悩みとかどうでもよなるし悩まなくなってそうそうね牛鶏がみんなが
みんなが全体で悩んでないから、うんうん、悩んでたとしても、悩んでない側に引き戻されるよね。マジョリティの方に引き戻される、はいはい、多分。そっちが大衆なわけね。悩んでなくて、そうそうそう開けてて、なんか、オープンで。うん。フェーってしてるのが大衆だから、なかなか一人だけむっちゃ哲学して悩もうと思っても逆に難しい。へえ。いいな。だって、それは、なんでそうなったって。そう。すごい強烈に違うってことや。謎に俺らモヤモヤさせられるやん。そうやな。じゃあその、例えばじゃあちゃんちょけとかやったらさ、うん、コンプレックスがどうとかあるやん。うん。そういうコンプレックスとかセネガル人抱えてたりせえへんの、もう抱えてないやろ、こいつらも。抱えてても抱えてないものともうみなしたいぐらいの雰囲気やね。うん、ウォロフ語にコンプレックスに値する言葉はそもそもないかもしれへんな。ない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 。ウォロフ語では表現不可能やから、もう多分フランス語で言わなあかんことになってくるやろ。ほんまにその概念がないかもしれんな。そうそうそう、いろんな概念がない。あ、でもコンプレックスって概念なかったら強いもんな。そう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 、うん、概念のせいでやんっていう。あ、それでもう一個ちょっと、おうおう、そう、概念つながりで中国人の話になるけどええかな。いいんちゃう。なんかあの昔そのやってたブログでラトビア人ちゃうわ、ラトビアに自分がおるときにその、うん、中国人大富豪から影響を受けましたみたいな記事を書いたことがあるんですよ。おうおう。まあ知ってる人おるかもしれないですけど、うんうん、で、その中国人から何の影響を受けたかっていうと、うん、メンタルブロックのなさなんですよ。ほう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 。なんかやるっていう時、絶対に日本人ってブレーキかかるじゃないですか。うん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 、まあ、それが完全にないっていう中国人に出会ったんですけど、ラトビアで。ほう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 。それって別に特別なやつじゃなくて、ほうほう、なんか、中国人で、で、外国でビジネスしようとしてるやつって、マジでメンタルブロックって、がないというか、うん、メンタルブロックっていう概念がないということに気づいて。ああ、中国人も。うん、そう。で、なんかあの、ビジネスしよう、外国でビジネスしようとしてる中国人、うん、こっちにもおるん。まあ、セネガル、世界中におるんやん。うんうん、まあ、うん、なんかメンタルブロックっていう概念がない。へー。メンタルブロックが、あの、少ないとか、あの、あんまないとかじゃなくて、その概念がないやん、こいつらっていう。はあはあ、恐怖を感じるわけよ。それはその中国人大富豪とセネガル人の共通部分なんや。あ、セネガル人じゃない、こっちにおる中国人。あ、こっちにおる中国人。ああ、そうなんや。そう、セネガルにおる中国人だからちょっと中国人の話にちょっとなってるんですけど、はい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 、あのそう、そういう概念があるないの話つながりで、はあ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 、そう、だから逆に抽象度っていう概念もないみたいな。ああ、はい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 、はい、そういうあの恐怖を感じる、すごい。だから別にメンタルブロックと向き合って突破して、メンタルブロック全てぶっ壊せるような強いやつになったとかじゃなくて、最初からなくて、その概念がないから、そう、コンプレックスっていう概念がないってさっき話してたのと同じで、うん、その概念がないから強いっていう。でも割とその、例えば日本人でもさ、日本人に限らずやけど、うん、日本でその生まれ育った環境やとメンタルブロックあるけど、その周りの目とか気になるとか。うん、あるけど、うん、全く自分のことを知らない、うん、言葉も文化も思想も違うみたいなところに行くと、そのメンタルブロックがなくなるっていうか、うん、ギュッとこう薄くなる。あ、ね、なんかそういう感じは、うん、あのそういう印象は受けへん。あ、そうでもない。ないっていう印象、概念がないっていう印象。あ、例えばサッカーの本田氏とか、俺は本田圭佑氏とか、うんうんうん、なんか彼とかちゃんとメンタルブロックを壊すっていうプロセスを踏んでそうや、うんうんうん、なんとなく、うんうんうん、だいぶそのメンタルブロック壊すことに対してはその抵抗とかなさそうやけど、うんうん、少なくともその概念はあるし、うんうんうん、ちゃんと壊すっていうプロセスも踏んでそうっていう印象は受けるやん、うんうん、あの中国人からその印象をマジで受けへんで。へあ、こいつら概念ないわ、なくなったじゃなくて、もう中、そうそうそう、中国人は中国におる時もそうそうそう、多分そう。へえ。分からんけどね、そのビジネスしようとしてるやつらなんやぐらいなんやから、まあ、そんなもんなんかもしれないですけど、うんうんうん、怖いな。その代わり、その抽象度っていう概念もなさそう、はあはあはあ、なんかこう、歩いていくみたいな階段登っていくっていう概念がないやなさそう。だからもう、金儲けやってなったら、金儲けから一生多分変わらないでしょうし、なんか人のためやっていう、はいはいはい、みたいな感じで、うん、うんうん、へー。
まだ、うん、強いなって思いますわ。強いこっちからしたら、なんか羨ましいわな。そう、あの、恐怖やで、もうなんか、やばいやん、こいつはタガがないっていう。タガ外すじゃなくてないやん。そう、タガがない。殺されるっていうね、あの印象やで、もうマジで。なんで中国やろ、なんでなんやね。なんか、同じように儒教とかで、なんか、割とそういう教育受けてそうやのに。なんなんやろな、これは。まあ、中国の、起業家の性質なんかな、わからへん。華僑的な性質なんかな。なんかね、うん、すごいで、ほんまに。だから、あの、ちょっとあの、セネガルに来て、セネガル人から学んだ話みたいな感じで今回撮ってるやん、ちょっと。うんうんうん。庶民、中国人からの方が影響を受けてるっていう。そんな中国人そう、タガの、ん？中国人おるよ、そんなセネガルに。あ、なんかちょいちょいその中国料理屋とかやってるやつは、まあ、おるやんか。はい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 。そんなやつからもその、あの、印象をピンピン受けるわけよ、その、タガのなさっていう。そんな深く絡んでなくても感じるぐらい。そっちの方が、あの、俺、影響を受けてるっていう、実は。セネガル人はコンプレックスっていう概念ないし。ないし、いい感じに適当で毎日楽しいしっていう意味では、まあ、うん。し、中国人かもしかしたら華僑の人は、もうメンタルブロックっていう概念がないし。そう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 。逆にじゃあそういうのと、なんか向き合ってっていうよりかは、そんなのから解放されたいニュアンスの人も絶対おるやん。例えば聞いてくださってる方の中にも。うん、そういう人はもう日本っていうバーがもしかしたらその自分に合ってないかもしれん。そう、それは絶対にあの検討してみた方がいいと思います。おう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 。やっぱ合ってる場所、合わん場所っていうのは絶対にないことはないでしょうし、その今おる場所でなんとかするっていうのももちろん大事ですけど、うんうん、一回違うとこ行って違うあの概念をインストールしてからまた元の場所に戻った方がうまいこといくっていうパターンも絶対あるやん、うんうん、そのパターンは絶対ないですっていうことはないと思うんで、うんうんうん、余裕であるやん、うん、そうだからもう自分が日本に戻った時とか絶対よりパワーアップした状態やから日本によりいい影響を与えれるっていう自信しかないですし、うんうんはいはい、逆にこのニュアンスを日本であの、ゲットしようと思ってたら、どうやったらええねんっていう話だし。メンタルブロックがないとか、コンプレックスがないっていうような感覚の持ち主がそもそも、日本におらんし。日本に、まあ、いないですし、うんうん。真逆の人たちがいても、いても、あの、なんやろ、ないっていう感じより少ないっていう人らしかいてないですし。うん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 、しかもまあ、日本でそういう人に会ったら、逆にこっちも変なやつやなって思って終わってまうじゃないですか。ああ、はいはいはい。なんか、いい感じに、おー、取り入れようっていうよりは、うん、日本でそんなことしてるとか頭おかしいやん、キモっていう、ネガティブに捉えてしまう、あまあ、はいはい、恐れはあるやん、うんうん、まあ。そうね。それをちゃんと、ね、違う場所に行って、インストールしようっていう気持ちで行ったら、すんなり入ってくるんで。なるほど。じゃあ、コンプレックス、メンタルブロックと、向き合ってなんかこう解決していって突破する力を高めたいじゃなくてもう解消、うん、解消というか解放されたニュアンスの人はもうセネガルに行けともしくは中国とかどこでも行けそう日本から出ろってことどこでもいい出るのは絶対一つありやん、うん、脱日本脱日本、はいはいはい、脱日本が正解とかじゃなくてその自分が抱えている問題的に脱日本が良さそうやなっていう人は絶対おすすめですよね、はいはいはいうん、なるほどそのだから選択肢別に日本でね、うまいことを言ってんのに、脱日本、ね、今すぐせなあかんわけないし、うんうん、選択肢としてあるよってことね、うん、そう、かなりお前も脱日本してや、その部屋にばっかこもってやんとね、どこ行くかな、うん、どこちゃうとこ行ってやんと、セネガル、もう俺、担当したから、じゃあ俺東アフリカ行くかな、あじゃあエチオピアとかやね。で横断しようかな絶対何のためにやる横断アフリカって絶対横断できひんわな間にヤバい国絶対おるやん1個ぐらいあいやいや絶対無理やで絶対無理やし意味わからんね中央砂漠があるやん中央サハラがはいはいはい、はい、サハラがちょっと絡んでるからななるほどねいやでもやってや絶対お前やらへんやん絶対やらへん絶対やらへんてか俺も絶対嫌やもんセネガル絶対汚いんだっていやまあそれはちょっとね偏見やであのアフリカの中でももう東京やから どっちかっていうとマジョリティこっちやと思うんやけどもういやいやあの野生の牛とか嫌やしいやもういやもう東京やからここアフリカの大都会西アフリカの俺
そう、大都会に住んでるね、俺は。シティーボーイなんや。え？シティーボーイよ、シティーボーイなんや。そう、都会かぶれしてるよ、俺も。しかも、その今、喫茶店におるよ。今、カフェ。そう、喫茶店のコーヒーがいくらやったっけ？まあ、日本円で300円いかないぐらいですね。やけど、コンビニでコーヒー買ったら、20円ですね。だから、あの、超高級店におるみたいな。そうそうそう。超高級店におるやん。そう、もうあの、リッツ・カールトンのラウンジでコーヒー飲んでますみたいな感じですね。日本で言うと。確実にセネガルの富裕層やな。そうやな。もう、残念ながら。だってあれやで、こっちの大卒、うん、まあ、ダカールのシェイク・アンタ・ジョップ大学っていうのが、まあ、東大みたいなポジションなんですけど、うん。で、それの大卒の初任給の、まあ、平均が、うん、4万いかないぐらい。ってなったら。何分の1なんやろ？え？何分の1ぐらいなの？普通に、俺知らんねんけど、その。そうやな、なんか、なんとなくのニュアンス5分の1。ああ、はいはいはい。うん。もちろんその、ものによるんですけど、うんうん、基本5分の1やと思っていけるやんっていう。はあ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 、じゃあ月だからあの、日本で、1000万ぐらいなんや。まあ、月5、6万の家で一人暮らしとかするじゃないですか。うんうんうん、まあ、東京やともっと高いですけど、うんうん、こっちだとそれがまあ、1万、2万ですよね。ほうほうほう。一軒家借りてんのやろって。うん。借りてる。メイドもおるんやろ。メイドおる。もう超富裕層やん。そうね。もう、ちょっと小金持ちぐらいかな。そうそう。小金持ちぐらいは余裕で。日本に帰った瞬間、ただの貧乏なおじさんになるんですけど。うん、ここではね、ちょっと生きれるね。あの、アフリカの大都会で。うん、なるほどね。だからそういう意味でも、うん、脱日本はありちゃうかっていうことですね。そういう意味でかい。リッチしたいからかい。そう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 。胃の中の数になるためには、胃の中の数になるために俺ここにおるわけですね。そうそうそう。それでメイド雇って、なんか英語になって、はいはいはい、それでメンタルブロックっていうのがなくなっていくっていう。その解消されていくし。人と比べて俺は上やっていうやつだよね。そうそうそう。で、自分は上やって思うから約束も破るしっていう。はいはい。そういう人間になりましょう。世界最強に抽象度低いや。抽象度っていう概念もないからでも大丈夫やねん。抽象度低い。はいはい。抽象度っていう概念をもう、すでにあったんやから、それ消せやんわ、もう。下がったという解釈しか無理やわ。そういう、だから、モチベーションで脱日本するのもありなんじゃないですかっていう。まあ、一つね、それも一つチョケですよっていう。はいはいはい。そんな感じで、日々チョケやな。一旦、確かに。ますか。今何分？もう30分です。あ、じゃあ、一旦切りましょうか。はい。じゃあ、すいませんね、あの、回線が悪くて。ありがとうございました。ありがとうございました。メルシー。